本日最初にご紹介するのは、けしからん幽霊を捉えた映像です。映像は寝室に設置された防犯カメラが撮影したもので、実にけしからん霊が映っています。ご覧ください。いかがだったでしょうか。幽霊になったらこんなことができると思うと、死後の世界に希望が持てました。残りの人生を頑張りたいと思います。次にご紹介するのは、韓国のアイドルグループライズのミュージックビデオに関する映像です。その映像は2024年6月に発売のミニアルバムに収録されたブンブンベースという曲のミュージックビデオで、奇妙なものが映っています。ご覧ください。いかがだったでしょうか。映像にはライズのメンバーが踊っている様子が映し出されています。しかし映像をよく見ると、彼らの背後に白いもやのようなものが現れ、画面右側に向かって移動します。このもやはそのまま物陰に入ってしまい見えなくなります。映像を拡大して見てみても、あれが何なのかよくわかりません。海外では幽霊だと紹介されていますが、皆さんはどう思われるでしょうか。次にご紹介するのは、ある建物に設置された防犯カメラが撮影したものです。男性の背後にご注目ください。いかがだったでしょうか。防犯カメラはこちらに向かってくる男性を映しています。この男性が画面中央まで来ると、画面右側から白いもやのようなものが現れます。その後、男性の背後にもう一つのもやが現れ、映像は終了します。このもやを拡大してみても、あれが何なのかよくわかりません。近所のバイク屋のおっさん曰く、あれはグラディウスのオプションだよと言っていましたが、皆さんはどう思われるでしょうか。次にご紹介するのは、シャーリー23が TikTok に投稿した映像です。アカウント運営者の男性は、ある日の深夜、家の外を携帯電話で撮影をしていました。すると突然、不気味な現象が起こります。
いかがだったでしょうか。なぜ深夜に家の外を撮影しようと思ったのか、小一時間ほど問い詰めたい気がしますが、映像には夜の屋外が映っています。すると突然、馬の足音のようなものが聞こえてきます。しかし映像を見る限りではどこにも馬らしきものは映っていません。一瞬だけ影のようなものが映っていますが、あれが何なのかはよくわかりません。撮影の目的が不明なため、怪しさが香る映像ですが、皆さんはどう思われるでしょうか。次にご紹介するのは雑な心霊映像のコーナーです。このコーナーでは他のチャンネルでは取り上げられない少々荒い心霊映像を特集しています。それではご覧ください。いかがでしたか。幽霊にはもう少し仕事を選んで自分を大事にしてほしいです。次にご紹介するのは世界中の心霊写真を投稿している Facebook アカウント Disbelief Paranormal Official に投稿された写真です。写真は建築物専門の写真家であるスティーブが撮影したもので、ある日彼がホイットニーマンションという建物の中を撮影した際、その中の一枚に奇妙なものが映っていました。ご覧ください。いかがだったでしょうか。写真には立派なマンションの内部が写っており、画面左側にもやのようなものが写っています。このもやを拡大して見てみると、人の胴体のように見えます。個人的には男性のように見えますが、あれが何なのかは謎のままです。このマンションには特に曰くはないようですが、果たしてあれは一体何だったのでしょうか。次にご紹介するのはアルゼンチンの国営テレビの生放送中に起こった奇妙な現象についてです。この番組は生放送でアルゼンチンを中心に世界中の注目すべき気象現象について取り上げています。司会者であるマティアス・ベロッティが週末の天気について説明していると、画面右側のライブ中継映像に奇妙なものが映ります。ご覧ください。いかがだったでしょうか。マティアスが週末の天気について説明していると、画面右側のライブ映像に小さい人型のモヤが現れ、画面左側へ向かって移動します。このモヤに気づいた視聴者がすぐさまインスタグラムに投稿すると、瞬く間に拡散され、番組の途中でこのことが司会者の2人に伝わり、番組の公式インスタグラムで紹介されています。結局あのモヤが何なのかは分からずじまいでしたが、果たしてあれは一体何だったのでしょうか。次にご紹介するのは南米にある学校で撮影された映像です。映像は放課後に撮影されたもので、誰もいない教室で不気味なことが起こります。ご覧ください。もうマミス。もうマミス。いるんだい。
Tienen de ahí. No mames, cabrón. La chingada. No mames. いかがだったでしょうか。映像には誰もいない学校の中が映っています。撮影者が教室に近づくと、子供の笑い声のようなものが聞こえてきます。しかし映像をよく見ても教室には誰もいません。それにもかかわらず子供の笑い声が聞こえてきます。結局何もわからないまま映像は終了しますが、個人的には編集で笑い声を入れたような気もします。皆さんはどう思われるでしょうか。次にご紹介するのは Facebook に投稿された映像です。撮影者のレビはアメリカのオハイオ州チリコシーにあるシャーロードトンネルへ撮影に訪れました。このトンネルは1927年に線路の下に建設されたもので、昔赤ん坊を抱えた女性が深夜に線路の上を歩いていると列車にはねられて亡くなったという事件があったそうです。それ以降このトンネルでは赤ん坊の幽霊が現れると有名だそうです。そんないわくつきのトンネルでレビは恐ろしい体験をすることになります。ご覧ください。This place is spooky. Is anybody out there? Hello?Oh, hell no. Hell no. Hell no. いかがだったでしょうか。レビが撮影をしながら幽霊が出ると曰くのあるトンネルの中へ入っていきます。すると突然トンネルの奥から赤ん坊の泣き声が聞こえてきます。動物の鳴き声の可能性も否定はできませんが、個人的には赤ん坊の鳴き声のような気がします。しかしいささかできすぎた感があるため、フェイクの可能性も十分にあります。皆さんはどう思われるでしょうか。最後はキンペディアのコーナーです。このコーナーでは心霊映像をより楽しむためのオカルトに関する豆知識をご紹介します。今回はイギリスの奇妙な都市伝説ウサギ男についてです。ウサギ男はイギリスの田舎道を歩いていると、突然現れるウサギのお面をかぶった男性だそうです。ウサギ男が目撃されるのは主に夜中で、月明かりのもと道端に立っているか、あるいはぴょんぴょん跳ねている姿が目撃されています。目撃情報によると、ウサギ男は身長180センチほどの大柄な男性で、全身白い毛皮のようなスーツを着て、大きなウサギの頭のマスクをかぶっているそうです。ウサギ男は単に立っているだけでなく、時には通行人に近づいてきて、ウサギウサギとささやくこともあるそうです。ウサギの鳴き声を知らないのでしょうか。この都市伝説が広まったのは1970年代で、ウサギ男の正体については諸説あります。単なるいたずら好きの変わり者という説から、宇宙人の偵察員という説もあります。個人的にウサギの着ぐるみを着た宇宙人はかなり燃えます。皆さんもイギリスに旅行へ行った際はウサギ男にご注意ください。それでは本日のメイン動画です。ご覧ください。いかがだったでしょうか。これが伝説の木、ニャンツリーです。ご視聴ありがとうございました。本日の動画はこれで終わりです。
贅沢は言いません。よろしければチャンネル登録と高評価、他の動画を10本ほど見てください。それではさようなら。幽霊とダンスバトル。2024年7月1日、X に衝撃的な映像が投稿された。投稿したのは、アミグル・デナマンという男性で、その映像には、夜の田舎道で量産型貞子に遭遇した青年が映っている。しかし、この男性は斜め上の行動で、幽霊を撃退する。それでは映像をご覧いただきたい。